関係者によりますと、2025年の大阪・関西万博では会場内の決済手,手段を全面的にクレジットカードや交通系 IC カード、QR コードなどのキャッシュレス決済とする方針だということです。会場内で現金は使えませんが、会場の入り口では現金を入金して会場内で使えるプリペイドカードを販売し、 キャッシュレス決済を普段利用していない人でも楽しめるようにするということです理由について関係者は未来に向けてキャッシュレス社会を体験してもらいたいとしています万博で会場内が全面的にキャッシュレス決済になるのは今回が初めてです